私からは特にございません。はい、山田さん、お願いします。北方領土に関連したロシアの動きについてお伺いさせてください。今日は北方領土の日ですけれども、ロシア法務省は、喧嘩運動を続ける日本の団体を、好ましからざる団体に、指定したと発表しました。この受け止めと政府の方針をお伺いします。はい、2月6日、ロシア法務省が日本の北方領土返還要求に関連する1団体をいわゆる望ましくない外国 NGO 団体に指定する旨を発表したと承知をしております。これまで我が国はロシアとの間で北方領土問題の解決を目指して平和条約交渉を行ってまいりました。そうした中、我が国の北方領土返還要求に関わる団体は長年にわたり国民世論を高め、日露政府間の平和条約交渉を支えるための運動を行ってきたところであります。今回のロシア側の発表は極めて一方的でありまして、受け入れられないと考えております。2月7日外交ルートを通じてこうした点をロシア側に申し入れ、今般の発表は受け入れられない旨抗議するとともに撤回を申し入れたところであります。本件が北方領土返還要求運動等に関わる方々などの活動に悪影響を及ぼすことがあってはならず、政府として引き続き適切に対応してまいります。はい、関連、北海道新聞の関口と申します。望ましくない団体の指定ですが、この団体名について政府はどのように把握してますでしょうか。またこの今日の北方領土の日を前に指定したロシア側の狙いの分析についてもお伺いします。はい、団体名につきましては現在ロシア側に確認中であります。またロシア側の意図についてはこれを推測することは差し控えたいと考えております。共同通信の方にお伺いを伺います。TSMC は、熊本県に第2工場を建設すると正式に発表しました。日本政府の受け止めと支援策など、今後の対応について伺います。はい、昨日6日ですが、TSMC から日本政府の支援を前提に熊本県に第2工場を建設する旨発表があったと承知をしております。現時点で支援決定した事実はないものの、経済産業省においてTSMC 側とコミュニケーションを継続していると聞いております。いずれにいたしましても、まずは TSMC が日本での大きな追加投資、これを決断をしたことを歓迎をしたいと、こういうふうに考えております。朝日新聞の笹川です。森山文科大臣と旧統一教会の友好団体との関係をめぐって、森山大臣が衆院選で政策協定にあたる推薦確認書に署名していたと報じられています。こうした関係が取り沙汰される中でも文科大臣の職務を続けることが適切と考えるか、また大臣にどのような説明を求めるかお尋ねします。はい、ご指摘の報道は承知をしております。森山大臣におかれましては、昨日および本日の衆議院予算委員会におきまして、選挙に向けてさまざまな集会があり、すべての詳細を把握できているわけではなく、はっきりした記憶はないが、推薦状の写真があるのであれば推薦確認書にも署名をしたのかもしれないこと、他方で当該団体に選挙支援を依頼したことはなく活動報告もないこと、いずれにしても森山大臣は旧統一教会との関係を断っていることを答弁されたと承知をしております。その上で旧統一教会との関係について新たな事実が判明した場合には、それぞれの政治家が必要に応じて説明責任を果たしていくべきであると考えておりまして、ご指摘の報道についても森山大臣自身が引き続き必要に応じて適切に対応されるものと考えております。森山大臣におかれましては、旧統一教会との関係を断っていると承知をしておりまして、私としてもご指摘の報道に関する説明責任を、果たしていただきつつ、引き続き文部科学大臣の職責を果たしていただきたいと考えております。はい、産経新聞長谷です。セキュリティクリアランス法制に向けた新法案について伺います。政府は経済安全保障上の秘密情報を扱う人を認定するセキュリティクリアランス制度を創設する重要経済安保情報の保護活用法案を提出する予定で、本日から党内プロセスに入ります。経済安全保障推進法を改正する案もありましたが、新法を提出する方針に切り替えた理由を教えてください。また改めて政府としてセキュリティクリアランス制度導入の意義を教えてください。はい、経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度は、経済安全保障推進法の付帯決議や
国家安全保障戦略におきまして記された重要な課題であると認識をしております。セキュリティクリアランスを含む我が国の情報保全の強化は同盟国や同志国等との円滑な協力のために重要であるほか、こうした制度を整備することは産業界の国際的なビジネスの機会の確保、拡充にもつながることが期待できると考えております。昨年2月に立ち上げました有識者会議におきまして、10回にわたる議論を重ねて、1月19日に最終取りまとめが公表されました。その後、1月30日に開催された経済安全保障推進会議におきまして、岸田総理から、政府保有の経済安全保障上の重要情報を保護活用していくべく、コンフィデンシャル級の情報を保護の対象とする制度、新法により創設するとともに、既存の情報保全制度である特定秘密保護法とシームレスに運用していく必要がある旨、また新法案の今通常国会への提出に向けて、準備を加速するよう指示があったところであります。検討中の新制度ですが、国の情報保全制度として創設することが必要と考えておりまして、安全保障の確保に関する経済政策を推進することを目的とする経済安全保障推進法とは別の制度として創設することを検討しております。総理の指示を受けまして、今通常国会の提出に向けて作業を加速していく考えでございます。はい、じゃあ。毎日の統一教会の問題に戻りまして、この衆議院予算委員会の方で、総理が各閣僚に改めて点検を求めた結果、官房長官について、旧統一教会関係者との面会があったという報告があったというお話がありました。その内容、具体的に日時等の内容についての事実確認と、当時、面会された際は教団関係者等の認識がなかったのかという点についてお話しました。はい。旧統一教会および関連団体から選挙活動の支援、具体的にはボランティア支援、動員、推薦状などでございますが、こうした支援や寄付を受けたことはございませんが、先日週刊誌の取材を受けて改めて確認をしたところ、2021年9月に旧統一教会関連団体の関係者と面会したものと思われます。地元政界関係者の調整で面会することになったものでありまして、今回週刊誌の取材を受けて改めて調整に当たった地元政界関係者に確認をいたしましたところ、2021年9月に地元山口の事務所で面会した相手が旧統一教会関連団体の関係者と思われるということが分かったところであります。多数ある面会の一つであり、相手方がどういう方で、どのような話をしたのか、現時点からは定かではないということでございます。はい、話題があります。EEZ内で共有している中国のものとみられる分野についてお伺いさせてください。先日の森保長官の会見では、中国側に通報し、しかるべく説明を求めているとのことでしたが、その後の状況と今後の政府対応についてお伺いします。はい。1月29日、業務対応中の海上保安庁の巡視船が、東シナ海の我が国排他的経済水域において、転覆状態の錆びついているブイらしき漂流物を確認をいたしました。これを受けて関係省庁で検討の上、海上保安庁において当該漂流物の外観調査を行ったところ、当該漂流物は上下反転して転覆した状態のブイで機能していないものであるということを確認をいたしました。当該漂流物につきましては、海上保安庁において現場海域での情報収集を継続して行っておりましたが、2月2日に海上保安庁の航空機によりその存在を確認したのを最後に、その後存在を確認できておりません。現場が荒天だったこともあり、すでに沈んだものと推定をされます。その上で中国側に対し外交ルートを通じまして関連の事実関係を伝達をいたしました。政府といたしましては引き続き関係省庁で緊密に連携してまいりたいと思っております。はい、北海道で現実に閉じ込められた車中についてございます。ロシアの環境団体がロシアの救助隊の立ち入り許可を日本側に求めています。受け入れの許可や日本側として救助活動の対応についてお考えはありますでしょうか。はい、ご指摘の事案については承知をしております。本件についてはロシア側とも連絡を取っているところでありますが、いずれにせよ、シャチは種の保存法における国内希少野生動植物種等の
我が国における保護すべき希少な野生動物に該当するものではない、わけですが、引き続き状況を注視してまいりたいと考えております。よろしいでしょうか。ありがとうございます。